皆さんこんにちは。今日の純烈の現場は NHK ホールで歌コンの公開収録にまたまた当たったので参加しに行っています。こちら JR 原宿駅を背に竹下通りとは別の方に歩いて行っています。でこのルートで行くと歩道橋と坂道とか渡ることなくですね、行っていただける道になっているのでおすすめです。だいたいここから5分から10分ぐらい歩くような形になります。公式では渋谷駅からの行き方もあるんですけど、個人的には原宿からの方が分かりやすいです。こちら NHK ホールです。今回は1階席が当たりましたんで楽しんできます。紅白出場決定後初めての歌コンの公開生放送、とっても楽しかったです。また年末の紅白も当たることね。